木名正吉さんの花お届けしました。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。では今日は徳一さんはスタジオにいなくてお家から参加していただいています。では今日の出来事のコーナーに行きたいと思います。今日の話題です。イクサユンシマチミルクユンヤガティ嘆くなよ進化ぬちる宝の言われ。徳一さん、はい、はい、はいはい、沖縄ではよく言われるぬちる宝、命こそ宝という言葉があります、はい、その言葉がどういうふうにして生まれて普及していったのかということを見つめる。実はこれも前から言ってる1609年の島津の琉球信仰の流れの中で、うん、この言葉を振り返ってみようかなと思うんですね。はい、お願いします、はい、今日はぬちる宝の言葉についてです。はい、はい、沖縄の人であればこの流化はもう聞いたことはあると思うんですよね、うん、よく使われます。あ、でも、ぬちる宝は聞きますけど、この流化を含めては知らなかったです、はい、私は、うん、はい。戦湯もしまちっていうのは、戦湯ももう終わってミルク湯、幸せな日もやがてやっていくと、はい、嘆くねや皆のもの命こそ宝だという意味なんですけど、はい、みたいに昨日も車に乗っててあるお店の看板でこれを見かけたんですよ。思わず笑ってしまったんですけど、ぬちる宝ですか、看板にぬちる宝って書いてある。あ、でマスク、手洗い、そしてステーキ食べましょう。なんかわかんないけど。あ、免疫力アップのためにみたいなことですかね。そうですよね、はい、はい、その他にもね、ぬちる宝という健康食品は結構ありますし、ぬちる宝という薬局もあります。はは、面白い、笑ってしまったのは、ぬちる宝という運転代行があるんですよ。へえ。わかりますよね。ああ。お酒飲んだら運転代表で帰りましょう。ぬちる宝と。はい。これもね、思わず笑ってしまうような言葉なんで。よく使えるんですよ。はいはい。命、まあ、私もが大事ですもんね。車、はい、お酒飲んで運転したらもう命が危ないからってことですよね。そう、運転代表で帰りましょうっていう話なんですよね。はい。まあ、いろんなところに使われる言葉であるんですね、はい。まあ、私も最初はこのぬちる宝っていう言葉には、うん、ちょっとステレオタイプ的な表現だなということで違和感はあったんです。もう聞きすぎて、この言葉が普及していった経過っていうのを見ると、あ、なるほどなと納得するっていうのがあるんですよね、うん、でこの言葉が生まれたのは、生まれてそれから広がっていったのは昭和5年1930年、戦前、うん、沖縄戦の15年の前ですね、うん、この時に初演になった沖縄芝居に首里城明け渡しっていうのがあるわけです。はい。脚本を作ったのは大和栄吉さんという、まあ、画家小説家の方なんですけど、その中に出てくる主人公正太王、琉球最後の王様正太王のセリフだと言われてるんです。うーん、はい、じゃあ芝居の中の言葉だったんですね。はいはい、もともとは、もともと、まあ、しかもこの山田栄吉さんの最初の脚本ではこの言葉は出てこないんですよ。へー。当時はなんか沖縄芝居の脚本は標準語で書いていて、大雑把に書いてあったらしくて、それをどういうふうにして方言に置き換えるか、どういうふうなセリフで喋るかっていうのは役者に任されていたらしいんですよね。意外です。あ、そうなんですね。はい、らしいです。はい。
でその当時これをやった総太鼓役をやったのが名俳優と言われるイラハ・インキチさん、あ有名な役者、はい、イラハ・インキチさんが総太鼓の役をやっていたと。そうそうです、はいはい、彼が自分のセリフとしてこの歌を舞台の中で話したわけですね。でそれが大ヒットしたわけですよ。でイラハ・インキチさん、インキチさんのこの出場明け渡しの総太鼓というのもハマり役になってしまって、もう別の人がやっても絶対真似できないっていうところまで人気を博したらしいんですよ、ね。で彼も俳優やるときに喋りすぎはダメだというふうに言われたらしくて、うん、組踊りをよく勉強したらしいですね、うん、組踊りのセリフの喋り方を勉強して効果的に喋ると、うん、これが大事だということで、はい、最初の舞台の中では王様が首里城を明け渡して、まあ、お屋敷に下のお屋敷に移って、そこで部下たちに話す言葉なんですよ。だから城を失っても生きているって言いなきこそ大事だというふうな表現だったんですね。うん、でこれは結構人気になるんです。それがどんどん広がっていって後になると総太鼓が琉球処分の後で沖縄から無理やり船に乗せられて東京に連れられていく、無理やりというか、まあ、いやいやながらでしたけどね、その時港でそこに見送りに来た大勢の家臣たちはもうそこで嘆いてるわけですね、泣いてるわけですよ、うん、その家臣たちに語りかけたっていうのがこの歌だっていうふうに変わっていってるんですね。だから最初の脚本を見たらどこにも出てこないんです。私も不思議だなと思ったんです。はい、で沖縄芝居の本を見ると、まあ、詐欺ったように当時は役者が適当に自分のセリフで喋っていると、うん、それが定番になると、うん、で観客の方から指示されるとそのセリフを、まあ、一番の見せ場のところに持っていくということで、はい、脚本家が作ったもんであり、イラハ・インキチが作ったもんであるけど、それよりも観客がこの言葉を作っていったんだというのは言いぶりをしているわけですね。ああ、なるほど。沖縄芝居がこうもうみんなこの一体になってすごくもう熱心にこう見られてたのが目に浮かびますね。はいはい、そうですね。はい。おっしゃってる。で、ゆきさんが言う通り、実はこの芝居ができた背景には当時沖縄芝居の全盛期がもう下りかけになる時期だったらしいんですよ。うん、映画が出てきてこのままでは芝居が危ないっていうことで俳優たちが集まってこの歴史に詳しいという小説家の山田英樹さんのところに行って、うん、ぜひ観客を舞台に戻すための作品を作ってくださいというふうにお願いされてできたのがこの首里城明け渡しらしいんです、うん、で大ヒットになりまして、うん、大正劇場という劇場で1ヶ月間のロングラン公演になったらしいんです、はい、当時としてはとても珍しいことで、これ毎日ですか？毎日、はい、毎日。そしてはるばる名護からもですねこの舞台を見に来たらしいんです。あ、この大正劇場はどこにあったんですか？那覇に、はいはいで、さらに、大正劇場のオーナーは、総太鼓の孫の総順男爵だ、男爵だ。ああ。四男だったかな。はい。はい。で、彼もこの劇を見るわけですけど、感想がね、もう、見たくない。はい。あまりにも生々しすぎて、自分はもう見たくないというふうに言ったらしいんですね。はい。だから琉球処分からわずか50年後なんで、この歴史上の事実を体験した人も多いし、語り継がれて知ってる人も非常に多いわけなんですね。ああ、そうか。
で、これがきっかけになって沖縄の舞台演劇の中に歴史劇という分野ができて、沖縄の歴史にテーマを取った演劇というのがたくさんできたらしいんです。女の美とか牧師女事件だとか、あるいは雨割りだとか、はい、ああいう歴史にテーマを取った作品がどんどん出て人気を出したらしいんです。面白いのはですね、はい、この話がもっと広がっていって、あの島津信仰の時の今度は少年王ですよね、うん、琉球処分は正体王、うんうん、島津信仰は少年王なんですけど、王がこの歌を読んだんだという言い伝えというかね、民間にこれが広がっちゃったんですね。はいはいはい、はい、芝居と現実と区別がつかない状態です。そう、はい、ぐらいが多分あまりにもリアルだったせいか、うん、明治の琉球処分をテーマにした芝居のセリフがいつの間にか島津信仰の時の少年以降のセリフだっていうにも広がっていったらしいんですよ。うーん、これは面白いなと思います。で、この釣り場明け渡しの中であと一つ有名な場面がセリフがあるんですよ、はい、それはあの若いお役人、琉球のお役人がですね、三士官に詰め寄る場面があるんですよ、はい、琉球はもともとこれは砂のものなのか大和のものなのか、琉球は一体どこのものかという、うん、あの若い役員が、あの琉球王府の高官である三士官に詰め寄るというシーンがある、はい、その時三士官はどこの国のものでもない、琉球は琉球のものだって答えてるんですね。うん、これもあの名セリフとして伝わってるらしいんです。はい、こういうのもあって首里城明け渡しはとても大きな共感を生んだんですよね。そして新しい歴史劇という分野を作ったわけです。へー、だから民衆の心の中に与えた影響とても大きい。終戦直後も早々にこの演劇は再演されまして、はい、今でも復帰後の今でもですね、何かあるたびに習字を明け渡しというのは上演されるわけです、うん、へー、そういうような人ね。だからこの芝居の中の脚本にもない言葉がイラハインうん、俳優さんの、うん、まあ、アドリブみたいなやつで生まれて、それがどんどん広がっていると、うん、だから砂に水が吸い込むように人々がこの言葉を受け入れたという言葉だと思うんですよね。うーん、じゃあ誰の王様の言葉っていうよりはもう本当みんなの作った思いが作った結晶した言葉っていう感じですね。はい、そういうふうに理解していいと思うんですね。はあ、ぬちど宝。で、これは、うん、はい、戦争体験の中ではあの非常に、うん、悲惨な生活体験をしましたから、その時に本当に今度は命は宝物だというような考えに移っていったわけですね。うん、で、戦後アメリカ軍に対して抵抗運動する時も無抵抗運動でやった、はい、それもぬちど宝という考え方があったわけですね。まあ大和でしたらね、これはあの命を捧げるとか大和心だとか武士道とかに出てるけど、沖縄ではそれが全くなくてですね、うん、お互いを助け合いかばえながら戦っても勝てない相手であれば自分たちの命を守ることが最優先だ、うん、そういう無謀なことを無謀な争いはやめて自分たちは自分たちなりに平和的に戦っていこうと、まあ、こういうふうな考えになったのかなと思いますね。うん、なるほど、そこから来てるんですね、ぬちど宝っていう言葉は。はい、はい、あと一つ言うと、はい、戦後のですね、
米軍が土地を強制収容どんどんしていった時に、はい、沖縄では島ぐるみ運動、島ぐるみ闘争とか呼ばれますけど、すごい大きな大衆運動が起きました、はい、そのきっかけになったのが伊江島の農民の都市闘争と言われるものですね、うん、その時伊江島の農民の土地闘争の指導者のアハゴン商工さんって人がいまして、うん、彼は農民たちにいくつかの約束を立てて、それから島中を、まあ、古事記更新と言われる運動を始めるんですよ、うん、その中に陳情規定、アメリカに対して陳情していくんだけど、こういうことを守ってやりましょうという人の中に、販売的になってはいけませんよとか、怒ったりしたらいけませんよとか、うん、あるいは、木刀とか棒だとか、そういうのを手に持ったらいけませんよと、うん、どんな時でも冷静にいましょう、うん、手を肩から上に上がるのもダメですよと、うん、それは暴力的だとみなされると、はい、大きな声じゃなくて静かに話、まあ、そういうふうなルールを決めて、伝統行進を始めました。あ、大きな声も出さないように静かに話しましょう、はい、そうそう、島ぐるみ闘争のきっかけになっていったわけですね。うーん、でこの人はアゴン商工さんクリスチャンだったということもありまして、まあ、こんなことも言ってます。人道とか道徳、宗教の精神から見て、プレイなどは間違っているので、自分たちは道理を通して恐れる、そして米軍は恐れない、で人間性においては農民の方が兵士よりも上である、まあ、こういうふうな精神で土地闘争を始めて、これが全流に広がっていったわけですね。その時の伊江島農民の団結声が、ぬちず宝館と言われています。農民の方が軍人に勝っていると自覚を持つように促して、その時にもぬちず宝という言葉を彼は取り上げたわけなんですね、はい。まあ、大和の侍は命を投げ出すとか、そういう価値観があるわけですけど、沖縄ではこれ全くないわけです、うん、沖縄でも武士という言葉はありますけど、これ本土の侍ではなくて、空手の達人とか力のある人とか、あるいは胆力がある人ということを指して、うん、全く本土の武士とは違う意味になるわけなんですね、うん、はいはい。じゃあその時もぬちず宝がもう最優先ではい、命を投げ出すということはやってはいかんよというような考えですね、うん、リモートでやると時間配分が分かりにくくなっちゃう感じ。じゃあ一回 CM 行きましょうね。1分 CM です、はいはい、今日はぬちず宝の言葉の由来など聞いております。一旦 CM です。CM ですって言ってもあと5分しかないです。じゃあクイズの回答で精一杯だな。はい、10秒前です。はい、
ウチナークイズ、ムヌアカシってパッと突然流しましたけど、沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。今日はね、徳一さんはお家から参加して出演していただいています。聞こえますか？はい、聞こえます。はい。で、今日は、ちょっとゆっくりめに進めておりますので、1つの話題、2つやると言ったんですけどね、時間がなくなってしまいましたので、今日はぬちど宝の話題でしたけれども、で、その前にクイズがありました。そのクイズの答え合わせをまずやりましょうかね。今日のクイズは、リカちゃん人形がありますけれども、沖縄に関係があるということです。実は沖縄の復帰後の大きなイベントに重要な役割で参加していました。そのイベントとは何でしょうかという問題でした。皆はい。さんからの答えは、じゃあ、回答は、ゆきさんはどれだと思います海洋博かな。か？はい。じゃあね、回答いきましょうね。これはね、ターチの沖縄サミット。はい。だから、リスナーの方、当たりましたよ。沖縄 T シャツパパヤさん、正解あ、T でシす。ャツ、さかすりゆが。しデービ正解ル。です。はい。これ、どういうふうに参加したかというと、リカちゃんは小学5年生のモデルなんですよ。そうなんだ。10歳なんですけど、メーカーが作った本人の、キャラクターストーリーみたいなのがありました。そして、25歳の時に外交官と結婚するんですよ。そして30歳で長女を出産して、2000年に沖縄サミットの時に外務省の大臣官房国際広報室室長補佐になるんですよ。で、沖縄サミットの広報に関わるというストーリーになってるんですよ。ストーリー設定がそうなってるんですか。はい、へえ。そして現にこの時に沖縄サミットリカちゃん人形というのが出るんですよ。へえ。で、リカちゃん人形としては初めてのご当地人形なんですね。沖縄の模様をつけたり沖縄の笛をつけるんです。沖で、縄の、限定沖縄の、琉装をつけた人形が出て、はい、その中には、リカちゃんの、これ外務省の国際広報室の室長補佐の名刺が付けられてる。で、さらに、サミットの晩餐会の後に、各種のお土産の一つとして、これも特別バージョンのリカちゃん人形、琉装姿のリカちゃん人形が送られてるんですよ。すごい。つまり、リカちゃんは、キャラクターストーリー上も、大蔵省の偉い役人として参加してます。人形ちゃん自体も初めてのご当地バージョンになって、琉装をつけて世の中に出て、各国首脳にプレゼントされたっていうか、大活躍をしてる。すごいですね。それ不思議な話です。そのおもちゃのメーカーが設定しただけなのに、実際に本当に活躍、お土産として使われたんですね。外務省とタイアップしてる。なるほメーカーど。はタカラトミーなんですけど、外務省とタイアップして、サミットの宣伝に実際に協力をしたり、お土産を出したりとかやってるんですよ。へえ、じゃあ、琉装って着物ですよね。はい。で、唐地結衣もあれですか？うちの唐地結衣したんですか？うちなんか、花笠をかぶって。へえ、で、す好きごい。な人では、時間になっこてのしリカまいちまゃしんた。版徳に。七さん、時間です。今日はなんとか1時間いけましたね。ありがとうございました。それでは時間になってしまいました。沖縄手帳発行人の時間、お送りしました。お相手は、マエストです。この発行人番で組す。はサイン札の提供でお送りしました。
どうにか無事終わって。はい。最後56分に終わりますんで。あ、そっか。はいはい。まあ、私、最初なんで楽しみ。面白かったです。はい、楽しかった。ありがとうございました。じゃあまた。失敗しなくてよかった。ありがとうございました。ありがとうございました。何かご意見ありましたらお寄せください。はいはい、ありがとう。じゃあ気をつけてね。頑張ってください。沖縄 T シャットさんもメッセージありがとうございましたね。設定そんなのがあったんですね、リカちゃん人形ね。はい、ありがとうございます。これ人気あるらしいですよ。ん？人気あるらしいです。ね、めっちゃ珍しいですよね。はい、ありがとうございました。じゃあ。お疲れ様。じゃあまた来週。